おはようございます。ガオー。はい。始まりました。シニアリーグでございます。事件です。関口キャプテン、コロナで欠場ということで、<laughs> 大丈夫なのか。<noise> 関口なきさんもに、歴史的な瞬間です。<noise> 試合開始、松原ソムデート、コンスコン、サヘルさん。 えー、ハーフポスッツしたそして我らがバイトリーダーです、税はですね国民全体に声を上げて、戦っていく中で、今そこでサッカー選手が異国の地でサッカーしてる場所で最初、結構批判的な声がイラン代表団に向けられていたんですが、ですが、ですが、イランの代表の方々が声を出してくれたことで、自分たちと共に戦ってくれているんだと。 世界が注目している祭典で声を上げられない人たちも代わりに声を上げる勇気っていうのをまさにスポーツが持っている本来の平和メッセージじゃないかと。あ、ただのさんありがとうございます。サイルさん初ゴール。これ、正論ゴールですね。はい、正論ゴールです。続けて、続けて、続けましょうか。<laughs> お前何言ってんだろう、ばっかりイエローカード イエローカードです。何言ってんだ、松原おが。続けて続けましょうかとか言っても、何なんだ、お前は。この冬を、ウクライナ人たちは乗り越えるのか、乗り越えるために支援をするのか、この問題、今年最大のニュースかなと、戦争っていうものは、今の時代に、こういう世界中に。ノットリリスたマイク、青木いまいちですね、長い。 長いです。シュート入りません。ノットリーさイク。アフリカだの、中南米の国々巻き込んでですね、この戦争やめさせようとしないと、実は後ろで兵器産業だとか、武器承認だとか、あ、これゴールですね。ゴールコンスコン陰謀論でゴールです。軍産副業体が始まったよ。で今停戦したらだからさ、ウクライナにとって不利なんだよ、お前。バカだな。ゼネスキーが言ってる聞いてねえのかも、コンスコン、こいつ。ロシア、 ロシアンフレンズ丸出し丸出しコンスコンです丸出しコンスコンゴール一対一ですねこれね今日ちょっとあの試合が膠着してますはい。コンスコンゴールですコンスコンゴールなんですがはいノットスリリーサマイク長い長い競輪にかけるってやつですね世界観と構想力にかける増税が必要ってあってっていう結論が出てるなんていうの 僕は非常にですね、この国の棒について考えさせられちゃいますね。あー、ちょっと微妙、これ、ノットリリースタマイクでしたね、これ。ファウルですね。コンスコン、ダメだな、今日、調子悪いな。ちょっとダメですね。また、また外しました、コンスコン。あ、松原間違えた。 はい、松原。上旬と中旬間違えたイエローあれです。2枚目です。で、それが社会を良い,い方に少しでも変えていけばいいんですけど、メディアもそうだけど、司法っていう、その役割があるんじゃないかと。そう考えると、今回少なくとも大阪地裁はその役割を果たさなかった。俺の気に入る判決が出なかった。それでいいんでしょうかゴールナイスゴール決まった 青木のドリブルトッ決まったさすが青木決めました !2 対 1, 2> リリ 1! 中国もですね、この路線の中で、経済的に減速し始めてる。お減速と言ってる世界で進行してることは、我々は見とかなきゃいけないのは、ロシア、中国、二つの、向き合わなきゃいけない国が、大きく、経済的に、行き詰まり始めているなんとかなすか セーロンゴー <laughs> コースコンゴココスがセロどうしたコンスコン、やばいこれ。今後、ロシアがですね人道に対する罪、さまざまな戦争犯罪、明らかになったときに、相当価値観外交の時代ですので、各国から批判がどんどん出てきて、引き続きやられると思います。そんなときに、寺島さん、単なる反米で結びついている危ういネットワークが、ほころびが出るだろうと。 そうなったときに、ロシアはどうロシアを追い込んでいくのか、どういうスタンスを取るべきか、表明するのかという、大事なのよ、これもゴールゴール竹下、正論ゴールロシアを追い詰めろ <laughs> 反発し下戦争犯罪追求せよと敵対する国を減らすっていうのは、ある種の安保の一番の要定だと思うんです。ここで日本はどうかというと、日本は終焉の 平和探偵どうなつか、気づくかといった。北朝鮮と対峙する。中国も封じ込め韓国とも歴史問題で歪み合ったまま。日本が敵基地攻撃能力とか言ってるわけです。国の借金が1000兆円超えてる。お、コンボ来たぞコンボ来たぞ防衛力を倍増させると。サイン。そういう方向に向かっているということは、そういうことに夢中になってんだけど、それでいいのと。それで安全保障になるんでしょうか ああ、途中で切れちゃったけど、まあ、これゴールですね。ゴール青木ゴールですゴール今日も。あ、竹下さん、いよいよ。日本代表応援。おっと、なんと最後、日本代表応援してしまった。これはゴールです正論ゴール <laughs> 竹下、竹下と、 えー、竹下と松原ソムデート合体ゴールということでなんと試合終了3対4で正論チーム勝利ですまさかの大逆転 <laughs> ダブルインパクト決まりましたこれちょっとこれあのツイッターいかせてくださいなんと最後やばいですね今日の1枚で今日の1枚でえへへ 日本代表を応援してセイロンゴール <laughs>、えー、松原ソムデートキャプテンとハフポス、えー、竹下のダブルインパクトです <laughs> インパクトが決まったー <laughs> 3対4、えー、セイロンチームチーム、えー、勝利です、えー、チーム 3K マジック消えましたマジック消えました <laughs> これはすごい事件ですドラマだねメイクドラマしたね今日は <laughs> 関口不在でなんとチーム3系敗北ああの金木さんありがとうございますいやーこれ最後ね正論チーム久々の勝利ですさあ皆さん えー、あとは、えー、70で4000いくんでちょっとこれおしておいてください、はいあの。これでもいいですよ。これでもいいですからね。あと4個来たらマーチ流れますから。<laughs> これでもいいし、これでもいいし。ね、よろしくお願いします。いやこれ、あとね、えー、55ぐらいあとあ,もうあと30ちょいですね。芹田高校さん、ありがとうございます。マジック消滅です。関口キャプテン不在の今日、えー、チーム3期敗北、えー、マジック消滅です。 チーム 3K、関口えキャプテン、欠場で、まさかの敗北、マジック消滅。これは事件だと。マジック、も謎のマジックシステムですからね、これね。消滅しました <laughs>。1回でも負けると消滅し、引き分けでも消滅です。勝てないと消滅。あ,あ、もう4000超えてる。 ありがとうございました。はい、ということで、いやー、今日はちょっと、あの、松原キャプテンの采配ミスが目立ったね。うん。ちょっと、そこじゃねえだろうって感じのさ、采配がね、結構あったんで、いやー、もうこれ、ちょっと、あの、だめだな、不安だなと、なんかこう、ぞわぞわしたものが来るなって思ったんですけど、まあ、予想通りというかね、うん、敗北でマジック消滅ということでね、来週以降の展開、これまた目が離せないと。 いうことになりました。はい。ということで、えー、来週もですね、ぜひシニアリーグでお楽しみいただければというふうに思います。はい。えー、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。これから東京に戻ります。さようなら。ガオー。さようなら。また来週。さようなら。